さん、こんにちは。今日は腰痛予防対策をやっていきます。誰でも簡単にできるので一緒にやってみましょう。床だと硬いのでこういうマットを準備して行っていきます。まず一つ目はドローインです。呼吸から整えていきます。まずはじめに仰向けで寝転び両膝を立てます。鼻から息を吸ってお腹を膨らませます。吸った空気をゆっくりと口から吐きながらおへそをぐっと内側に引っ込めていきます。この時背中が床から離れないように注意しましょう。空気を吐き切ったらまた鼻から息を吸って吸った空気を口からゆっくり吐きながらおへそをぐっと内側に引っ込めていきます。これを何度か繰り返しましょう。2つ目はハンドニーです。四つん這いの姿勢を作り息を吐きながらおへそをぐっと内側に引っ込めます。腰が安定したらゆっくり右手を前に上げましょう。体が安定したら右手はそのままで左足を上げ、上げている手と足が一直線になるように姿勢を維持しましょう。15秒から30秒キープします。反対も同様に行いましょう。交互に2から3セット行ってください。最後はもも裏ストレッチです。まず仰向けに寝て左足を立てましょう。右足を左足の膝上もしくはももの上に乗せます。息を吸いながら左足を引き上げ両手で抱き抱えます。息を吐きながらお尻が伸びているか確認しましょう。30秒から1分でゆっくり呼吸を繰り返しながら行います。逆足も行ってみましょう。いかがでしたか？日常生活の隙間時間にもできますので皆さんやってみましょう。